21世紀初頭、憎しみや争い事は減り、自然は美しさを取り戻そうとしていた。この星に生きる全てのものの願い、平和がようやく叶えられようとしていた。しかし、大異変は始まった。怪獣が村の方に向かってるわ。信号弾で威嚇してみよう。なんとか怪獣の進路を改札なくちゃ。TPC 地球平和連合は、原因不明の怪現象や自然災害から地球人類を守るインターナショナルな組織だ。世界各地に支部と研究センターを持ち、月面基地と宇宙ステーションがある。それらを束ねる総合本部が、ここ日本にある極東本部基地だ。ガッツとは、地球平和連合の中でも超常現象を専門に調査する7人のエキスパートからなる特殊編成チームである。これが問題の隕石か。なんか埋まってるみたい。天然の隕石じゃない。作られたものよ。え？あかん。あ、なんや。
ログラム。なんか言うとるな。サウンドトランスレーターで訳せるかもしれんで。やつみ、地球製品ドラム。私は地球星警備団の団長ユザラ。このタイムカプセルが地球に到着したということは、地球に大異変が相次いで起きます。その兆しとして、大地を揺るがす怪獣ゴルザと空を切り裂く怪獣メルバが復活します。ゴルザだ。モンゴルに現れたのはゴルザって言うんだ。大異変から地球を守れるのは飢餓の巨人だけです。かつて地球上の守り神だった巨人は、戦いのために用いた体を飢餓のピラミッドに隠すと、本来の姿である光となって星雲へ帰っていきました。我が末裔たちよ、巨人を蘇らせてゴルザとメルバを倒すのです。巨人を蘇らせる方法はただ一つ。カシムラ博士、どうです？太陽系の彗星を模したタイムカプセルね。いたずらにしては手が込んでるな。本物ですよ。ゴルザが現れることまでぴったりと言い当ててる。あれがゴルザとは限らん。そのうちメルバも。大吾隊員、このタイムカプセルを信じるってことは、過去に私たちより優れた科学力を持つ文明があったと認めることなのよ。隕石の放射性元素を調べたの。紀元前25万世紀から38万世紀にかけての地層でできてるわ。およそ3000万年前、新生代第3期斬新星、つまり人類が地球上に現れるはるか昔っちゅうこっちゃな。そんな。イースター島に怪獣が現れました。定点カメラの映像を送ります。メルバだ。空を切り裂く怪獣メルバ。なぜ今怪獣が。地球に異変が起こってるんです。ユザラが正しかった。タイムカプセルは本物です。ゴルザが出た。メルバも。あとはティガの巨人だけなんです。ティガの巨人。ティガってどこなの。ティガありますよ。今出します。日本か。古代言語の解析によって、ティガの地は現在の日本東北地方にあると推定された。直ちにティガのピラミッドを捜索すべく、宗像副隊長以下、大吾、レナ、堀井、新城の各隊員が2機のガッツウィングで出動した。ほんまにこんなとこにピラミッドあるんか？気をつけろ。おのおの連絡を取り合っていけ。本部より2号機へ。本部より2号機へ。宗像。メルバが動き出したわ。
本当にここがティガなのかな。巨人がすっぽり収まるようなピラミッドが衛星カメラで探知できへんなんて絶対ありえへんよ。先ほど秋田県北部に体長50メートル余りの巨大生物が出現し、ビルや住宅などを破壊しながら北北東へと移動中です。 TPC 地球平和連合ではこの生物が今朝モンゴルに現れた未確認生物と同一ではないかとみて調査をしており、付近住民に対して避難を呼びかけています。ノイズ部分を修正しないと、うん、ユザレの予言通り地球に復活したゴルザとネルバの二怪獣は申し合わせたかのようにティガのピラミッドを目指して突き進んでいた。わかりました。でどうします。ダイナマイト輸送機がそちらに向かってるわ。了解。偵察して包囲陣形を配備します。ここを撤退する。ゴルザとネルバがそこまで来ている。巨人を蘇らせる方法は。どうしてもノイズ部分は修正できんそうだ。ダイゴ待って。おい、恐ろしいな。
のはどうやって？ガッツ病院が墜落しようとする危機一髪の瞬間、大吾隊員は光となって巨人の体内にあふれた。大吾隊員の生命を得ることで巨人は長き眠りから目覚めたのである。心配したぞ。一体何があったんだ？脱出レバーが故障しまして。運のいいやつだ。さあ、引き上げるぞ。はい、はい、ウルトラマンティガ。
人間を石に変える怪獣ガクマ。ダイゴに託された秘密とは。ガッツのライドメカもパワーアップ。次回ウルトラマンティガ石の神話、お楽しみに。